はい、今日もね、20時看護レッスンの新大久保版やってますけど、あれこれなんかアイドルオタクの、あれサラリーマン、なんかアイドルオタクの猛放サラリーマンかと思ったらレオ君、はい、はい、その1時の DVD が販売してるおいちゃんっていうイベントで、この間おいちゃん説明しましたね。おいちゃんはかっこいいイケメン、そう、イケメンって どういう人ですか。例えばイケメンってこういう、え、どういうどこに例えばこういうなんかね、チャン・グンソクって有名な人なんだけど、はいはいはい、こういう人ですね。ここにレオ君が、違います、レオ君が似てない、なんか笑顔ちょっと似てる、いや怒るよそういうおちゃんっていうのが、ここね、新しい季節すごい今、はい、めっちゃ人気な店なんで、はいはい、ここで今もう DVD の、ね、1時間後 DVD が販売してます、ね、絶賛発売中、はい、ね、見てて、まあ、いろんな靴持ってるし、うん、まあ、その靴を買うときに、じゃあ EDTV にも買ってください。そうですね、もちろんあの東京とかね、地方の方もこっちに来たときはここでね、買ってもいいですし、遠いときはあのオンラインでね、あのいつも通りね、はい、あのウェブサイトの売ってますんで、あの発送しますね。それもし僕 のオフィスなんかホームページもあるんで、ここね、うん、ここでもう靴を買いたいとは、はい、ここで多分あの買えると思います。リンクしてあるんでね、はい、ぜひよろしく。じゃあ今日はこれからまたここからね、はい、ここはどこから開けるか、この道をちょっと紹介します、ね、これ食感出てるんだけど、食感ここが今、はい、日本東京で一番韓国コリアンタウンって有名になったんですね。そうですね、それでもう、うん、今本当にいろんな店があって、うん、あとその向こうに大きな韓国広場なんですけど、そこ韓国広場っていう、スーパーね、そう、あれ、うん、そこでも本当に韓国と同じように、はい、いろんなものを買えると思います。で、韓国の靴がいっぱい出てる、韓国靴がね、最近本当増えたんで、はい、なんかあとはドン・キホーテとかね、このドン・キホーテは結構、これが多分新宿で一番、新宿じゃない、東京で一番大きな、あー確かに結構あるな、でここに上に書いてあるの、なんて、ハングルでタックスフリー、タックスフリー、免税、免税店ですね、免税店、ヨンセージョンってやつ、ヨンセージョン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 ですね。あれドン・キホーテってあれハングルでかい、もうハングルいっぱい、ここはね韓国に来るから、うん、アニメで励ますんで、うん、なんて、ビップなんですよ、こう、うん、入り口、ああ、はあ、はあ、そう、ビップなんですね、ビップ、そういう韓国はまあ、もういろんなところで韓国をハンガルが入ってるんです、はい、はい、だからここにはやっぱり韓国人が本当に多く、多い、僕も前、うん、この近所に住んでたんで、うん、会場に来た時は、なんでかというと、まあ、日本に初めて来た時は、うん、やっぱりの韓国人がいるのがちょっと安心しちゃうから、確かにね、そう、うん、あと後ろにこう書いてあるんですよ、はい、その、中層9月22日、この間言ったんですね、中層、お盆、中層なんですよ、9月22日これ、こういうのを食べるんですね、これは餅、そう、こういうのを食べるんですよ、これ高いですよ、そう、日本では高い、韓国は安いんです、これはトッって言うと、トッ、トッ、トッって言うと、トッって言うんです、トットッって言うんですね、はい、これは韓国でそういう餅を食べて、はい、日本だとなんかそのお世辞みたいな、そこの餅は、これはボットって言うんですけど、韓国で有名なんですけどね、うん、なんか、その、チャック、そのなんだっけ、屋台で売ってる、うん、その、その焼き餅、焼き餅みたいなのですよ、トッポキ、いや、トッポキもあるし、そのトッポキだよ、うん、これはあ、ホットホットくね、ホット、ホット、まあ中国、実は中国風なんですけど、まあ、それは美味しそうですね、いろいろありますね、美味しそうなのもね、ここはね、はい、なんか名刺って書いてある、名刺、うん、名刺ってね、ミョンハン、名刺を売ってるんですね、ミョンハンってね、スピードミョンハンって感じですね、スピードミョンハン、はい、いや、マジで、いろいろコリアンタウン市にもね、こういうのもあるんですよね、はい、じゃあここで、そうここね、ハンガーウィって書いてあるんです、ハンガーウィ、うんうん、ハンガーウィって書いてあるんですけど、うん、それが韓国のチュソクっていう別の言葉ですよ、うん、ね、チュソクはその漢字の文字ですね、これはチュソクはあのお盆ね、そう、これは純粋な韓国語、うん、で、ハンガーウィって言いますね、ハンガーウィ、ハンガーウィ、うん、って言います、なんかもう人が多くて、もう自転車に乗ってね、来てますよね、もう新大久保ちょっといろいろ面白いんで、ちょっとまた進んでからまたその新大久保8回も来てないと、はい、ちょっと説明してたんで、そうですね、はい、じゃあちょっと、はい、もうなんか人が多い。そう